昨年のですね、新体制発表会の時に小学生のファンの方がちゃんと勝ってねってそういう言葉がありました。大変心に響いた、ザクッとこう、響いた言葉なんですけども、そうなんですね。やっぱりちゃんと勝てるようにならないといけないというふうに思います。ちゃんと勝つためにはですね、やはり昨シーズンのこの悔しさというものをバネにして、技術、戦力、体力、チームワーク、それから精神力、こういったものをですね、全般的に格段にレベルアップしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。それをプラスワンという言葉にして、今年のキャッチフレーズにいたしました。今シーズンは関塚監督に代わりまして、隣にいます高畑監督がチームの指揮を取ります。高畑監督にはですね、このプラスアルファの積み上げというものをぜひとも達成してほしいということをお願いをしました。鬼木新コーチを含めまして、スタッフと協力しながらですね、確実に実行してくれるだろうというふうに私はそのように思っております。後ろには今シーズンのですね、新入団選手が控えております。小宮山選手、楠上選手、小林選手、高橋選手の4選手でございます。どの選手もですね、フロンターレを優勝させるという強い気持ちを持って入団いたしましたので、必ずや優勝に導いてくれると、そういうような活躍をしてくれるであろうというふうに確信をしているところでございます。それからですね、今年の夏になるんですけれども、やっとですね、自前の選手寮を作ることになりました。浅尾のグラウンドの近くに作るんですけども、やっぱり選手にとってですね、グラウンドの近くに寮があって、そこで食事もですね、しっかりしたものを取れるということが非常に大事なんで、そういう意味では後ろに控えてます新入団選手も含めてですね、寮で、コンディション作り、しっかりしたものができていくというふうに思っております。それからすごく恒例になっちゃってるんですけども今シーズンのですね、開幕ということなんですが、実はですね、まだ最終決定をしていません。でそれなんでですね、これから申し上げることは、この私武田のですね、願望とかですねそれから憶測に満ちたものでございますので、その辺のところを、よくわきまえて聞いていただきたいなというふうに思います。まず日程なんですけれども、皆さんご存知の通り、3月9日には ACL が等々力で行われます。ですからコンディションのことを考えると7日っていうのは勘弁してほしいなと。やっぱり6日に、開幕戦を迎えたいなというのは、これは私の強い願望でございます。それから相手についてなんですけども、これもですね、憶測なんですけども、キーワードとしては、武田の最大のライバルというふうに申し上げておきたいというふうに思います。それから等々力競技場のことでございますけども、先ほど安倍市長さんからお話がございました通り、市長はですね、必ず、全面回収するというふうに約束をしてくださいました。本当にありがとうございます。でここまで、来ることができたのはですね、本当に皆さんの熱意、それとご協力によって、ここまで来ることができました。本当にありがとうございました。昨シーズンはリーグ戦1試合平均で 18,847 人の方に
轟きに来ていただきました。もうこれはですね、ほとんど満員状態に近いんですね。それでこれ以上のお客様に来ていただいて、轟きをですねより一層盛り上げていくためには、快適で安全でより大きな轟き競技場を作り直ししていただくしかないなと、そういうふうに考えております。ファン、サポーター、それから川崎市民の皆さんのですね、切なる願いをできるだけ早く形にしていただきますように阿部市長どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますけれども、昨年もう一歩のところで、取れなかったタイトル、悔しさ、これを忘れずにですね、ぜひとも今年はタイトルをつかみたいというふうに思っています。その意気で今シーズン全力で戦ってまいりたいと思います。皆様もですね、ぜひ大きな声で応援をよろしくお願いしたいというふうに思います。ファン、サポーター、それからスポンサーの皆様、株主の皆様、ボランティアさん、それから川崎市、それから川崎市内のいろんな団体の方、多くの皆様と一緒に共に一体となって、戦って悲願のタイトルを手にしたいというふうに思います。どうか今シーズンもですね、熱い大きなご声援をどうぞよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。平社長ありがとうございました。